ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は情の素振り。ということで、今回はですね、情の素振りについてですね、考察をし、そして皆さんには学んでいただきたいというふうに思っています。少し前にですね、お送りいたしました、剣の素振りですね。これがすごくね、好評だったんですよ。我が同志であります、追肘師範にやってもらいました。その1から7の素振りがですね、ものすごく好評だったんですね。で今回は、まあ、第2弾といたしまして、情の素振りです。合気情の素振りということになります。まあ、あえてまたその基本である素振りにね、立ち返ったらなぜかということなんですけれども、合気道っていうのは剣と杖と体術があって合気道なんですよ。三位一体なんですね。それぞれは独立してません。全部リンクしてるんです。ですから、剣杖か剣杖体術理合の一致なんです。王先生は昭和17年に東京から、茨城県の岩間の里に移り住むんですよ。移り住んで27年間、昭和44年に昇天されるまでの27年間のテーマというのは剣杖体術理合の一致だったんですよ。いかにしてそれをまとめ上げるかということで27年間苦労してですね、自分なりにまとめ上げました。合気道の完成を目指したんですね。そしておそばについていたのが斉藤守博先生だったんですよ。23年間夫婦で使いました。ですから、全てを学んだんですね。でそれを今度斉藤先生から我々に伝授されたわけですよ。ですから我々はこれをね、火を消すわけにはいかないんですね。いろんな合気道があります。本当に素晴らしいです。皆さんたくさんのですね、動画を出してくれてます。まあその中でね、でも剣杖体術理合の一致がなされてないところもあるんですね。だから非常に残念だなと思いながら見てましたんで、まあこれがね一つ、例えば剣のこの部分が杖のこの部分がね、体術のここに一致するんだということが分かれば、さらにねステージアップすることができると思いますんで、今回も、追肘師範にやってもらいまして、1から20本です、20本、このね杖の素振りをですねやってもらいました。まあ、そういったね背景があるんですよ。必ず、合気道の技っていうのは剣杖、と一致してるんです。一致しなきゃダメなんです。王先生の技というのは剣と杖と体術が一致してるんですよ。リンクしてるんですよ。バラバラじゃないんですよ。ですからそれをねやはり伝えるべく、我々の使命としてね、追肘師範と、いつもやってます。これからもね月に1回は、お届け、していくつもりなんですけども、そういう背景があります。でその情の素振りっていうのは20本あるんですね。20本、これね、まずね突きの部でしょ、それから打ち込みの部でしょ、発想返しの部でしょ、それから片手の部でしょ、そして流れ返しの部、この、ね、5つの項目があるんですよ。それぞれ5つずつあるんですけれども、片手の部は3本です。流れ返しは2本なんです。都合20本なんです。これをねお送りしたいと思います。ただし非常にですね、一度に全部を紹介するとロングランになっちゃうんで、それぞれ分けてお届けをしたいと思います。今回は発想返しの部です。というふうにね分けてお届けをしていきたいと思います。我が同志ですね、私のですね内弟子時代のですね本当に仲間なんですよ。前もご紹介した通り30年ぶりに会ってですね、またもう2とかですよね。もうすぐにね記憶が蘇って、おこういうふうにしていこうぜというふうなねアイデアをお互いに出し合いながらね、王先生のねそして斉藤先生の技をねこれは消すわけにいかんぞということで、もう一致団結しましたんで、それをねお届けさせていただきたいと思います。共に汗を流した仲間というのはね、30年ぶりに会ってもですね、意思は通ずるもんだなというふうに感じてますんでね、追肘師範にね、やってもらいました。本当はね私ができればいいんですけど、私は20年のブランクがありますんで、皆さんに納得できるような技を提供することはできません。餅は餅屋ですよ。私はアナウンサーというね、職業ですから伝えるのは得意なんですよ。で彼は、道場も経営してますんでやるのが得意なんですよ。でそれがね相まって、まあ、今回はねこういった動画につながってくるんで、ぜひね追肘師範のですね、その素晴らしい技解説とともにですね、皆さん、勉強なさってください。それではお届けいたしましょう。情の素振りです。どうぞ。じゃあ発想返し、その前に発想返しの説明します。発想返しはまず真ん中で揃えます。ね、
右手を真ん中でずらして、この手を払って、これが発想返しですね。払って、反対を持って、この手を顎の上持って、ね、これがダメですね。顎の上持ってって発想の構えになります。こうです。発想返し。これもね、なるだけ片手で持つタイミングをなくすんですね。それが肝心になってきます。さっ、で、ここから手を持ち替えて、発想返し打ち。いいですか？これが1になります。発想返しの部の1ですね。すっ。元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー